古のドラゴンを倒すためにはあと6つのタリスマンが必要だ。迷いの森は来た道を見失うほどに同じような森林がどこまでも続く。森から出る道を知るのはこの森に隠れ住む隠者だけだと言われている。あら、異様な気配に君が振り返ると、岩の上には迷いの森の隠者が立っていた。気難しそうな隠者は君たちに勇気はあるかと尋ねた。森を抜ける道は2つある。一つは危険を避ける臆病者の道、そしてもう一つは世にも恐ろしい怪獣に挑む栄光の道だと彼は叫んだ。さて、君たちはどちらの道を選ぶ？君たちはその獰猛な怪獣の噂を聞いたことがあった。北の王国の多くの騎士がその怪獣に挑み犠牲者となったそうだ。Yeah!
出番だな。よし、任せな。上がり、どこかに
君たち以外の大勢の声が響いた。君たちは世にも恐ろしい殺人ウサギを退治した。どこからか聞き覚えのある声が響いた。栄光はお前たちのものだ。君たちは黒のタリスマンを手に入れた。古のドラゴンを倒すためには、あと5つのタリスマンが必要だ。